速稼塾の久保です。今日は暗号通貨のことについてね、ちょっとお話したいと思います。まあ前々からお話しているように、暗号通貨って買うだけで置いておけばいいんですけども、やっぱり出てきましたね、いろんなね、暗号通貨系の投資話とか、今度は大丈夫とかね、今度はこんなに儲かりますみたいな、やっぱ出てきましたね。これに参加する人いるんでしょうね、きっとね。それは投資ではないような気が私はするんですけども、いかがなもんでしょうか。暗号通貨っていうのはね、投資のプロでも二の足を踏むぐらい難しいわけなんですよ。で、すごくね、甘いささやきとして、そうやって投資家が乗ってないからこそチャンスがあるんだみたいなことを言う方もいるんですけども、まあそう思う方は思えばいいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ投資で勝つ人っていうのは、やっぱり投資をやっぱ突き詰めてるわけなんですよね。それこそね、乗りで始めたりとか、いい話があったよって舞い込んでくるから乗るもんではなくって、突き詰めて突き詰めてリスクヘッジをして、投資ってものを学んで、投資でね、長年嫌な思いをしてきて、それをくぐり抜けて投資家として君臨してるわけなんですよね。まあ、ですんで危ないというか、可能性がゼロのものには参加しないわけなんですよ。可能性がゼロのものにはですよ。でも多くの方は可能性がゼロじゃないと勘違いしてそこに飛び込むんですけども、それはゼロなんですよ。この辺がね、なかなかね、分かってもらいにくいというね。今までも暗号通貨のお話あって、私はこれ絶対乗っちゃダメだよとか、これ絶対俺やらないよって言ったものは本当にそうなっているということで、私はほとんどね、ダメだと思う。私が知らないものでうまくいってるものはあると思うんですけども、私の知ったものっていうのは全てダメだろうと思ってダメになってますね。少なくとも現時点で、キャッシュにはなってないわけですよ。投資っていうのは今日が勝負ですからね。今日その現金化できないもの、もしくは現金化できる見込みの少ないものっていうのは、それはね、ゼロなんですよ。もう塩漬けとかなんとかっていう言葉ありますけども、ゼロなんですよね。だから私は FX の感覚が必要だと思って、 FX って現金にしようと思ったら今日決済できるわけじゃないですか。日本円にできるわけじゃないですか。このスピード感がないものっていうのは、なんだかんだでね、手間がかかったり、手数料がかかったり、なんかホールドされたりとかね、まあなかなかね、いけないんですよね。だからその辺もちゃんと認識した上で、やるものかなと思いますし、大体ホールドの期間があるっていうのは、自分が望むんだったら別ですけども、まあすでに投資ではないわけですよね。まあ、結局ね、お金を誰かが集めて、そこに多くの方が投資と信じて飛び込んでしまうっていうのが、あるべき姿というかね、現実なんですよ。だからそれが見抜けないからこそ、まあ、被害を出すんでしょうね。で、投資だからしょうがないって諦めちゃうわけですよ。これが絶妙なところですよね。はっきり言って投資ではないですからね、それは。これ特定の名前出しませんけども、むちゃくちゃ流行ってるものがあるんですよ、やっぱりね、今。だから数ヶ月前から、もしくはね、去年から私警告したように、暗号通貨って、買って持っておくだけでいいんですよ。何もしないのが一番いいんですよ。なぜなら、そういう怪しい投資話に乗っかって、それにビットコインが必要だからっていうんで、わざわざビットコインを買う人がいるから、その瞬間ね、値上がりするわけですよ。だからそこで、利確すればいいわけなんですよ、我々は。持っておくだけ、それが絶対いいですね。もうそれ以上に言うことはないんですけども、でもやっぱり乗っちゃう人いるんでしょうね。気の毒だとしか言いようがないです、この見識のなさは。もうそれはね、損してくださいとまで言いたいですね。もう好きでやってるんだったら、それはやってくれればいいと思いますけども、ただね、やっぱ10万20万っていうのは私から見ても大きな金額ですよ。それは知名度になり得る金額ですよ。特別定額給付金の5万円とか10万円を待ちわびてる中で、そうね、何十万っていうお金がドンと出せちゃうっていう、その度胸といいますかね、無謀というか、まあ個別で相談いただいた方には徹底的にお話しましたね。まあでもね、好きにすればいいと思いますけども、私がなんで暗号通貨の投資情報をね、ここまで流さないかとかね、どうですかね、資産を築き続けた私が言いますけども、あんな可能性のあるものは一個たりともないですよ。私の見てる範囲ではね、私の知らないところでいいのがあるかもしれませんけどね。でそういうのがありましたら、もしね、これはどうでしょうかってお寄せいただければ判定させていただきますけども、私の個人的見解でね、でも今振り返ると全部私が言った通りになったと思います。暗号通貨系に関しました、これは絶対ダメだよっていうのは本当ダメになりました。私がやるやらないに関わらずですよ、私がお金を入れてこれはダメだから真似しないでねって言ったのは、私と共にお金なくなってるはずなんですよ。で、下手にね、将来の希望があるっていうところがまたミソで、ないですからね、これはね。で、将来に希望があるんだったら、その希望っていうのは、ずっとあり続けるはずなんですよ。なくなることはないんですよ、途中でね。いやー、これはね、なんと言いますか、昨日ご相談いただいた方も、本当にご愁傷様っていう話になったじゃないですか。
多分すごい落胆してこの動画見てると思うんですけども、うん、だからね、買う前に申し出てくれればまだいいんですけども、うん、もうすでに買った後っていうのは取り戻しが効かないですからっていうのが、お金が欲しくて、いわゆるね、そのあやふやなものを紹介してる人とかね、あやふやなものを作ってる人っていうのはお金が欲しくてやってるわけなんで、一回振り込まれたらもう返さないですよ、うん、で、LINE グループとかもネガティブなこと言ったらすぐに通報でしょ。だからいい情報しか流さないようにしてるんですけども、その裏でね、ものすごく暗い情報とか、まあ私とは言いませんけども、影響力と見識のある人がしっかりとした判断下してますからね。どっちを信用するのかな、どっちを当てにするのかなと。そういった暗号通貨の投資話を進めてる人とかやってる人ってのはいい話を当然しますよ、うん、ただそこには紹介料ってものが存在するんですよね。紹介料で稼げる人は、それは紹介料が入るような紹介を起こせば自分の投資した金額ってのはすぐに回収できますんで、無傷で活動ができるわけですよ。でも紹介活動ができない人ってのは自分の資金を増やしていくしか利回りを大きくする方法ないんで、どんどんお金入れるでしょ、時には借金してまで。だから紹介することができないんだったらそうなっちゃいますし、そうなるってことはもうすでに泥沼なんですよ。もうそんなことをやるよりもね、うん、それこそモッピーとかでいいんじゃないですか、うん、モッピーなんてのはゼロ資金で1万とか2万作れるわけでしょ。私なんてね、昨日1日でね、モッピーね、1万7000、1万2000、1万1000と3件ありまして5万円ですよ。こっちの方が良くないですか1日5万円ゼロから5万円ね、お金を投じることなく作業して5万円、こっちの方がいいと思うんですけどね、うん、というふうなね、ぼやきでございました。暗号通貨、皆さん本当に用心してくださいよ。暗号通貨ってのはですね、必要だから値上がるんですけどね、その詐欺商材とか、その月利何パーとかね、ないですよ本当に。なんていうんですかね、今日東京ドームに行ったら宇宙人のコンサートがありますとかね、宇宙人に会いますっていうのに行くぐらいのものですよ。だから月利10パー以上のものに参加する方ってのは、いやー、なんかね、月利だけでは測れないところがありますけども、結局投資家さんは月利 10% 以上は出せようがないとそういうことを認識して分をわきまえてると思います。私も分をわきまえてね、月利 5% 10% とかね、その辺は瞬間的にあると思いますけどもね、何の投資のスキルもない人ができないと思った方がいいと思いますね、うん、FX をやってるとね、本当にいろんなことが見えてきます。もうありがたいです、 FX ってのは人生の学びでございます、はい、皆さんご用心ください。では、いってらっしゃい。